おはまる、どうも紅茶ガーデンです。今回なんですけども、藤沢でエキゾチックレプタイルエキスポというのがやっていたので、本日行ってまいりました。そちらの購入品の紹介をしたいと思います。エキゾチックアニマルとか爬虫類とかが売ってる生き物即売会になります。で、最近はですね、ヘビにも少し興味が出てきて、あとリクガメもね、今いろいろ勉強中です。あとイグアナもね、さらに勉強中で、いろいろ自分の知識がすごい増えてしまって、もうめちゃくちゃ悩みに悩んで買ったものになります。ということで、今回購入したたった一つのものがこちらになります。それがこちらです。じゃかじゃん、ピタリテキオンプラスということで、悩みすぎて結局買わないっていう選択肢を取ってしまいました。いやね、いやめっちゃ悩んだんですよ。ビップハチコレさんとかにね、めちゃめちゃ大きいジャイアント月光、こんくらいの30センチオーバーのジャイアント月光初めて見ました。あれをちょっとね、どうですかって言われて、めっちゃ悩んだんですよ。で、今我が家で飼ってるジャイアント月光なんですけど、まだね半年ぐらいなんですよね、生後。まだまだヤングな個体で、繁殖にはね使えないんですよ、半年ぐらいだと。ジャイゲコって大体 2,3 年かかるって言われてて、でもしね、そのうちのジャイゲコのこのえちゃんがもうフルアダルトサイズで繁殖できるよって言うんだったら、そう、あのサイズのジャイアントゲッコ欲しいなとも思ったんですけど、そんな理由でね、今回そのジャイアントゲッコは諦めました。あといろいろ見てたのはレオパと西アフですね。で、レオパと西アフについてはサムライジャパンレプタイルズっていうところがめちゃくちゃ安くて、いろいろ店員さんからもいろいろ教えてもらったんですけど、まあ、今ね若干西アフ欲のが強いんですよね、私。レオパより西アフ欲、西アフってどうかなっていろいろ聞いてたんですけど、結局西アフも買いませんでした。私が狙ってるリクガメも売ってなかったですね、まあ、売ってたんだけどそのサイズじゃないみたいな感じでいなかったです。あと気になったのはガーゴイル月光ですね。ガーゴイル月光のコアラっていうショップさんだったかな、そこのね、ちょっとピンクっぽいガーゴがめっちゃ可愛くて悩んだけど結局買わなかったっていう感じですね。ということで、今まで持ってたパネルヒーターはレオパに取られちゃったんで、これはジャイゲコとガーゴイル月光用にピタリテキオンプラスを買いました。で、これ2600円だったんですよ。で、入場料1500円なんですよ。まあなんか赤字ですよねまあなんか勉強代というか、今回は一人で行ったんですけど、お店の店員さんとかがいろいろ知識を教えてくれたりとかね、本当にありがとうございました。結構教えてもらったんですけど、やっぱりね、これだって思ったのしかあんまり買いたくないもんでして、生き物だしこれだって子がいなかった、プラス自分の知識不足も結構あったんで、今回は買わないっていう判断をいたしました。今回はですね、モルモットが結構たくさんいましたね。前回行ったブラックアウトっていうイベントよりもモルモットがたくさんいました。ということで、今回購入したものはこちらのピタリテキオンプラスだけになります。まあ、10月はですね、アクアリウムバスもあるし、他にもね、知り合いと一緒に行くショップとかもあるんで、まあ、今回はお預けという形になりました。で、あと視聴者さんに偶然お会いしまして、こちらのレオパフィードというものをいただきました。ありがとうございます。あとですね、なんかお土産もいただきました。ありがとうございます。海上自衛隊限定のキューピーちゃんをいただきました。ちょっと首が横になっててちょっと怖いんですけどいや、ということでね、ほんとレオパの1匹でも買ったさはあったんですけど、今回はやめてしまいました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。エキスポの帰り道にですね、カルディがあったので、そちらに帰りに寄ったら豆入りのサコッシュバッグが売ってたんで、
そちらを購入しました豆タイプです。豆はこの3種類でした。モカブレンドといつものとグアテマラアゼツラですね。これはなんだろう、酸っぱいのかな。あ、酸っぱくなさそうだ。このモカブレンドは、おー、ステータスがマックスですね。で、あとこれ、これ好きなんですよね。あんまり量は食べれないですけど、メープルクリームクッキー、これ美味しいよね。